普段患者が立ち入ることのできない病棟へたどり着いた。そして彼女は耳にすることになる。倉田の兄貴、俺はもう今更任侠を重んじるなんてくだらねえ極道には戻れません。白竹、俺にこの現状をひっくり返す妙案がある。アモーの女をさらうんだ。そしてバラすんだよ。そうすれば奴らは怒り狂ってうちの頭をぶち殺すはずだ。倉田の兄貴、やっぱり兄貴は天才です。次の峡谷組頼んます。